JR バス、関東鹿島支店は、茨城県鹿島市にある JR バス関東の営業所。高架下の車庫2018年10月1、日東関東支店鹿島営業所が鹿島支店に昇格した。JR 東日本鹿島線の鹿島神宮駅付近に、位置し、同線の高架下を車庫の一部として使用しているが、整備工場は持たないため、車両の整備は、 東関東支店や土浦支店に委託している。管轄路線は、東関道ルートを中心とする複数の高速バス路線である。主に、鹿島号を担当し、東京駅折り返しの間合いで、エアポートバス東京、成田や、マイタウンダイレクトバス TDR、新浦安ルートも担当する。他支店や、他社運行の鹿島号運行車両も折り返しの待機。 休憩で投資店に入庫している。2020年4月1日現在、16台が配置されている。鹿島号は運行開始当初から、8日市場支店が担当していたが、支店までの回送距離が長いことから、鹿島神宮駅近くの高架下に、バス待機場を設けていた。これが昇格、移転したのが、鹿島営業所である。2018年10月1日からは支店に昇格した。 前運用で東京ディズニーリゾートに向かう鹿島支店所属 H657 から17,403号車、あたり支店常駐車両で運行するもののみ記述する。当支店の所属車両は車両整備等の都合により東関東支店の運用に入ることもある。また、当支店の所属車両は土浦支店でも車両整備を行うことがあり、同支店への入出庫時に つくば号で車両を使用する。日のセレガハイデッカーの44座席車のみが16台配置されている。以前は40座席車や42座席車も配置されていたが、足店とのトレードや新車への置き換えなどで2019年度に44座席車に統一された。東京成田空港線での運用があるため、一部の車両には荷物の出し入れがしやすくするためにトランクルームに 引き出し板が取り付けられている。貸し切り登録になっている車両が一台存在するが、貸し切り専用ではなく高速バスとの兼用である。ありがとうございます。